では、始めます。1番 1> 会社で男の人と女の人がメモを見ながら話しています。男の人は何を注文しますか必要な文房具書き出してみたんですけど、見てもらえますかうん。えーっと、 のりとボールペンあボールペンはいいわもう私の方で注文して今日届くことになってるからはいそれからノートと封筒あれ封筒はまだ結構残ってたようだけどまだあるんですが今日の午後大量に使うので注文しといた方がいいと思ったんですけどじゃあ必要ねそれからコピー用紙はね 毎月届けてもらってるから注文しなくていいのよ。はい。じゃあこれで注文よろしくね。はいわかりました男の人は何を注文しますか 2番、2> 女の人と母親が話しています。女の人は友達に何をプレゼントしますかお母さん、友達に赤ちゃんが生まれたんだけど、お祝い何がいいと思うそうね。よく贈るのは着るものとかおもちゃだけどね。そうだよね。私も服がいいなって思うんだけど。 ただみんな赤ちゃんの服やおもちゃをあげるでしょだから友達に使ってもらえるものをあげるのもいいんじゃないえ服とか服もいいけど赤ちゃんが生まれると着替えとかタオルとかいろいろ持ち歩くものが多くなるでしょだからたくさん入るバッグなんかどうあなたが生まれた時もらって嬉しかったわ。そっか。 じゃあ、私もそうしよう女の人は友達に何をプレゼントしますか 3> 3番 友達から留守番電話にメッセージが入っていましたこのメッセージを聞いた後、まず何をしますかもしもし雅子です急なんだけど明日の夜ご飯一緒にどう駅の近くにおいしいお店を見つけたからそこでそのお店結構混むから予約したいし来られるかどうか なるるべく早くく早教えてくれるできたらご飯食べながら今度一緒に行く旅行の計画立てない飛行機の予約は早い方がいいしねじゃあねこのメッセージを聞いた後まず何をしますか 4番、母親と息子が話しています。息子はこの後、まず何をしますかあ、太郎、今から出かけるのうん。駅前の映画館で友達と映画見てくる。あ、そう。それなら駅前の郵便局によってこの荷物出してってくれないえちょっと本屋に寄ろうと思ってたのにな まあ、映画の後にするか。じゃあ、出してきてあげるよ。ありがとう。急ぎだから、映画の前に行ってね。はい、お金。え、こんなにかかるの余った分は、ご飯代にでも使いなさい。やった息子はこの後、まず何をしますか 5番うちの玄関で男の留学生とホストファミリーのお母さんが話しています留学生はこれから何をしますか雨降りそうですね傘を持ってった方がいいですか今日は天気が良くなるって言ってたから大丈夫よはいあれリビングのエアコンは消したよねええ。 消してありました。ああ、そう。あ、いけない。台所の電気つけたままだった。ごめんね、ちょっと消してきてくれるはい。台所の小さい窓は開いてるけど、閉めなくていいわよ。わかりました。留学生はこれから何をしますか 6番、会社で男の人と女の人が話しています女の人はこれかからままず何をしますか鈴木さん今年の新入社員歓迎会のことなんだけどね今年は週末に日帰りでどこかに行くのはどうだろう日帰り旅行ですかいいかもしれませんね。 じゃあ、今年はそういうことで準備してくれるまずはどこへ行きたいか、みんなに聞いてみて。そうですね。アンケートでも取りましょうか。あ、いや、やっぱりそんな時間もないし、鈴木さんが良さそうな場所を決めてください。インターネットとかで探してくれるはい。で、そこで何をするかだな 食事しただけで終わるのはちょっとなあそうですねまあそれは場所が決まってから考えよう調べたら教えてくれるわかりました女の人はこれからまず何をしますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では始めます1番 1> 会社で女の人と男の人が話しています2人はいつ相談しますか あの新しい商品について相談したいんですがいつにしましょうかああそうですね今日が金曜日でしょ今日はもうあまり時間がないからじゃあ来週の月曜日はどうですかああ来週の月曜日と火曜日は出張なんです木曜日なら時間取れますけどそう 木曜日は私がちょっと忙しいんであの出張から帰った次の日って忙しいですかうーんあはい大丈夫ですじゃあその日にしましょう午後時間空けておきます2人はいつ相談しますか 2番女の人と男の人が料理教室について話しています。女の人はどうしてこの教室に興味を持ちましたか 佐藤さん、料理教室に行ってるそうですね。楽しいですかええ、いろんな国の料理を作るんですよ。へえ、面白そう。私、日本料理は習ったことがあるので、他の国の料理を作ってみたいと思っていたんです。あの、その教室はいつやってるんですか月に一回、最初の土曜日の午後です。 先生の話を聞いた後、小さなグループに分かれて料理を作ります。そうですか。料金はちょっと高いんですが、人気があるんですよ。あの、よかったら連絡先を教えましょうか。ああ、ありがとうございます。女の人はどうしてこの教室に興味を持ちましたか 番女の学生と男の学生が話しています。男の学生はどうしてアルバイトを変えましたか からアルバイト？うん。実は今日からコンビニでアルバイトすることにしたんだ。え？自動車工場のアルバイトは？朝早くからだったし大変だったの？いや、早起きは平気なんだ。それに時給もまあまあ良かったし。じゃあなんで？うん。物を作る仕事も楽しかったけど、学生のうちにいろいろな仕事をやってみたくてね。 そっか。頑張って男の学生はどうしてアルバイトを変えましたか ?4 番。 図書館で男の学生と係の人が話しています。図書館のパソコンコーナーで何をしてはいけませんか すみません、パソコンを使いたいんですが。はい、どうぞ。あの、インターネットは使えますかええ、利用できます。でも、メールはご遠慮ください。わかりました。あと、プリンターはああ、プリンターはお使いになれますが、有料です。あ、そうですか。それから、DVD は見られますかはい、大丈夫ですよ。 図書館のパソコンコーナーで何をしてはいけませんか5番大学で男の留学生が係りの人に ホームステイについて聞いています。男の留学生はどうしてホームステイに参加できませんか すみません。このホームステイに申し込みをしたいんですが、締め切りまだですよねはい、まだ間に合いますよ。参加は初めてですかいえ、2回目です。2回目でも大丈夫ですかはい、大丈夫です。えー、日本に来てどのぐらいになりますか10ヶ月を過ぎたところです。あと1ヶ月で帰国する予定です。 そうですか。うーん、実はこのホームステイは来日してから半年以内の留学生しか申し込みができないことになっているんですよ。え、そうなんですか。男の留学生はどうしてホームステイに参加できませんか 6番テレビで男の人が自分の仕事について話しています。男の人は何が嬉しいと言っていますか 私は新しく町にできたスーパーの社員です。でも店の中では働いていません。毎日車で新鮮な肉や魚など店の商品を遠くの村まで売りに行っています。一日に五つぐらいの村に行きます。お客さんは多い日も少ない日もありますが、私の車が来るのを楽しみに待っていてくださいます。 皆さんに喜んでもらえるのがやっぱり私には一番嬉しいです男の人は何が嬉しいいと言っていますかここでちょっと休みましょう。 また続けます。問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず、 話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。1番。 留守番電話のメッセージを聞いていますもしもし田中ですけどあの明日映画に行くことになってたよねでも急に出張が入っちゃってそれで悪いんだけど来週にしてもらってもいいかな僕から誘ったのにごめん映画のあと食事ご馳走するからじゃあまた電話するよ 本当ごめんね。田中さんが一番言いたいことは何ですか？一出張に行くこと。二映画に行く日を変えてほしいこと。三。 食事をごちそうすること <4. S 1> また電話すること 2> 2番。男の学生と女の学生が話しています今度の日曜日、曜 みんなで海に行こうって話があるんだけど海いいね楽しそううん海で花火もするよどう来られそう面白そうでも今度の日曜日だよね月曜にテストがあるんだテストがなかったら行きたいんだけど土曜日に頑張ったら大丈夫だようーん苦手な科目だから一日じゃきついかも また今度誘って女の学生は日曜日に海へ行くことについてどう思っていますか1楽しそうだから行くつもりだ 2, 2楽しそうだが行かない 3, 3 興味がないから行かないい。かから、行興味はないが行くつもりだ3番。女の人が男の人に旅行の感想を聞いています週末 旅行に行にっっててきたんだって両親を温泉に連れて行ったんだ桜の綺麗な季節だしね偉いねご両親も喜んだでしょううんでも向こうはもう暖かくて桜はほとんど終わってたし休日だから渋滞しててそっか温泉に入れば疲れが取れると思ってたんだけど僕はずっと運転だったからねうーん。 大変だったね。でもまあ両親は久しぶりにゆっくりできてよかったって言ってくれたからじゃあそれが一番じゃないまあね男の人は旅行についてどう思っていますか 1> 1桜がきれいでよかった。2 温泉で疲れが取れてよかった。3。両親が疲れたのでよくなかった。4。両親が満足してよかった。問題4。 問題4では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 一番、先輩が忙しそうなので、手伝いたいです。先輩に何と言いますか一、あの、手伝ってくれませんか二、2> 2あの、手伝いましょうか三、あの、手伝いませんか 2番「試験に合格したので先生に伝えたいです」「先生に何と言いますか?」「1今回はおめでとうございます」2> 2「2今度合格なさいました」3「3おかげさまで試験に受かりました」 3番、友達と食事をしています。醤油を使いたいです。友達に何と言いますか ?1、1> 醤油取ろうか 2>, ?2、醤油取ってくれない ?3、醤油取ってもいいよ 4番、会社でお客さんを部屋に案内しました。何と言いますか ?1、1> どうぞおかけください。2>, 2、座らせていただきます。3、席をお取りしましょうか。 問題5問題5では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、その返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを、一つ選んでください。では、始めます。 1>, 1番、リンさん、明日のアルバイト、3時に来てほしいんですが。1、いつでも来てください。2>, 2、都合はどうですか ?3、3> はい、大丈夫です。 2番、2> 田中さん、明日の旅行は8時出発ですよ。遅れないようにね。1、1> 気をつけます。2>, 2、そうしてください。3、よく気がつきます。 3番あれ雨ですかそんなに濡れちゃってじゃあ傘はいりませんね 2> 2いつ降るんでしょう急に降ってきたんです 4番。暑いのでちょっと窓を開けてもよろしいでしょうかじゃあ閉めましょうええ構いませんよ 3> 3いええどういたしまして。 5番、お客様、こちらで召し上がりますかお持ち帰りになりますか ?1、1> はい、大丈夫です。2、ここで食べます。3>, 3、い,いえ、持ちますよ。 6番、バスなかなか来ないですね。1、道が混んでるんでしょうか。2、2> バスにしてよかったですね。3>, 3、ずいぶん早そうですね。 7番。あの映画もうやってないんだって。1じゃあ明日見に行こうよ。うんまだやってないみたい。え終わっちゃったんだ。 8番、このプリントをクラスのみんなに配っといてもらえますか ?1 あ、取ってあります 2, 2はい、やっておきます 3, 3すぐもらえると思います